携帯よ。これから出す3択クイズに正解できたら本当のプレゼントを返してやるぞ。よし、ふみちゃんからのプレゼント何としても取り返すぞ。俺っちもクリスマスのチョコボをもらうにゃん。じゃあ私は新しい妖怪パッドで見せる。では三択クイズ。何これ。オーストラリアのサンタクロースは何でやってくる。1サーフィン、2スーパーカー、3ダッシュ。正解だと思うサンタクロースを捕まえるのじゃ。クリスマスにサーフィンは絶対ないでミス。残るは2択ですが、もうかけでミス。妖怪パッドゲット。ミス、外れでミス。答えを間違った者は少々のペナルティを受けてもらうのじゃ。思い出したクモ、オーストラリアのサンタはサーフィンでやってくるクモ。南半球のオーストラリアはクリスマスの時真夏クマ。そのためクリスマスの日はサンタの格好をしてサーフィンを楽しむ人が見かけられることから、そういう説が生まれたクマ。うちクマすごい。